おわおおおここにいるのはおおおおここにいるのはどう呼ばれるの確かにあの呼ばれるまで黙ってるねと言ったけどそんな一行で呼ばれると思わんやんすぐ呼ぶよおおおここにおるのはおおどうもイラストレーターのしぐれういです。おお来たーついにあっごめんここで会ったが100年目あなんだおいおいおいお前何のことだめちゃめちゃウイビーム打ち上がってよウイビーム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 なんだ悪いのか悪いわ悪いのかいやこの世にはね今、ええ、この時代ウイビームを欲してる人がね、ええ、多いんだよそんなことはない気づいてないと思うけどいや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 なんなら私先週打ちましたからもう総裁下まである拳上げてもっと汗をかいてもっと恩返しは愛のこもったウイビームで 3D で打ってたけど、ええ、毎日のようにやっぱね摂取しないといけないのウイビーム焼くじゃんダメなやつじゃんういちゃんが打たないから打ってん、うん、泡ためが、うん、感謝してウイビームだから打ってないからなんかめっちゃウイビームだね今日はね全然あの分からない方のために言うと、うん、あそうだねあのファンさんにね、はい、ナナビームでみたいな歌詞があるんですけども、そう私が一回歌ってめっちゃいじられるようになってから、うん、絶対打ちたくないという姿勢を取っていたにも変わらず、うん、なぜかワタメが知らないところで勝手にウイビームを打ちまくっているというこの由々しき事態ですよ皆さん。ウイビームだうんせーって言ってるのを見てあ、じゃあ打っちゃおう代わりにって代わりに打っちゃおうじゃないんだ似てるからいっかじゃないんだよ似てるからいっかなってイラストレーターの角巻わためです似てんのかなホロライブのしぐれこれ違うなこんばんどどどでももう似てないよねね、最初はねめっちゃ似てるって言われてたけど、うん、最近はあんまね似てるっても言われないよね、聞き分けられるよねね、みんなわかるよねもうさすがに、ね、音量も大丈夫かなついでに音量も大丈夫だよね大丈夫だよね教養大丈夫だよねねえOK とのこと圧が強いですよ。